シアチェーン氷河の位置ギルギット・バルティスタンは、パキスタンの準州である。2020年11月1日に、パキスタンのイムランカーン首相が、地域から準州への格上げを表明しているが、憲法改正を要する。実現すればパキスタン5番目の州となる。ギルギットとバルティスタンから成り立ち、アザド・カシミールと共に、 パキスタンの実効支配しているカシミールと呼ばれる。北側でアフガニスタン、北東側で中華人民共和国、南側でアザドカシミール、南東側でインドのジャングーカシミール連邦直轄領を呼び、ラダック連邦直轄領に境を接する。主婦はギルギットである。カシミールの一地域にあたる。なお、 ギルギット・バルティスタンとされている地域の東部にあるシアチェン氷河はインド軍との最前線でありギルギット・バルティスタンとはまた別とされるとこがある。地域全体にカラコルム山脈の急峻な山々が続きその間をインダス川とその支流が流れる。地域の中央部を南北にカラコルムハイウェイが貫く。ナガルハン王国、フンザハン王国が建国された。 1877年 EN ギルギトエージェンシーを設置。1891年イギリス領インド帝国がナガルハン王国とフンザハン王国に侵攻したフンザナガル戦争が勃発。ギルギット・バルティスタンはバルティスタン、ディアミール、ギルギットの3つの管区に分けられ、さらに14の県に分けられる。この数字はスカルドゥー、シガール、カルマン、 ロンドゥの各県の人口を合わせたもの。シガール県とカルマン県は1998年以降にスカルド県から分離された。スカルド県で産出するリシア電気石。ギルギット県で産出するアクアマリンベリル。リシア電気石やアクアマリンベリルなどが取れる。ダルド人、ヤーシュクーン、カシミール人、キャッシュガリ、パシュトゥン人。ウルドゥゴガリングはフランカで、 ほとんどの住民が理解できる。住民の60%は、シナー語をギルギット、アストレ、ディアミールのほとんど、ギザルのいくつかの地区で話す。バルティ語、ワハン語、コアール語、ブルシャスキー語、ドマ語、パシュト語、カシミール語も少数存在する。ほとんどが、ムスリムで、シーア派が多数。他にスンナ派、イスマイール派、EN。 スーフィア・ナービリアがいる。ありがとうございます。